はい、グッジョブエビワン、アイム魔王霊界大使。まあさすがに、まあ、神聖の場で声を張り上げるわけにいきませんので、先ほどニジマスを釣って、今お寺に、まあ、お参りに来ました。先祖供養ですね。と言ってもご先祖様は今の人生の人間関係そのままなんて、ほとんど自分と守護霊供養みたいな感じになっちゃいますね。僕の周りにいる、この場にいます。では一応落ち着きまして、台に乗っけたらさすがに壊れちゃいそう。お供え物で台壊しましたってちょっとやばいね。入れるやつってさ、ちっちゃいからさ、これ一本じゃ長すぎるんだよとか、みんなバキバキ折って、中途半端なのが多いんだよ。この辺ったら先週も北海道神宮行ってるしな。知らんけど、次の山にちょくちょくなんか霊障って言えるのかな、僕の感性で。皆さんに5、6人、少なくとも5、6人ずつは守護霊さんがみんなついてるから、人のいるところはみんな霊体たくさんいる分で、どこも霊障っちゃ霊障なんだよ。この地球上は全部霊障って言っても過言じゃない。我々も肉体をまとった霊体って言えばそれまでだからね。
財政自在を仏性刀剣諸仏浄土院国土人間自然幕建立無上修正願諸法華右大具是礼高校私有意思少女中世名所文字法不法無料無変更無限無大公園の少女漢字地恵子普段難事無証拠朝日学校小人説一切群情無故障本願名簿少女語四神神行願人上等学書大涅槃必死滅度願成就如来少尉高修正唯説弥陀本願会五色悪事群上会往診如来如実言納骨一年期愛心普段煩悩特涅槃煩上逆法再永入如修士入下一味摂取信仰上昇後意の水波無明暗頓内心臓死運無超不真実信心天奇妙に興奮無運無しげ逆心謙虚大狂気俗を超絶語悪臭一切善悪凡夫に問心如来具是願仏言古代障害者善人名踏んだりげ弥陀仏本願念仏邪見狂慢なく修正珍行十字人人難難中止難昔インド祭天使論下中華時期思考祖現代少尉高修正現代少高聖少尉明如来本是法起釈迦如来両伽僊一修五明南天地九十大出頭生質の財派無権戦絶大乗無情法召喚記事召安楽賢治南行六六
新行異行四度楽億年弥陀仏本願次年即次入必上唯の長所如来光王法大偶勢音天神菩薩と論説奇妙無下光如来永修たら献身実光線王朝大世願光遊本願力栄光異道群上昇一心奇入空独大崩壊実逆入大栄収集独死蓮華造世界俗称神女発祥寺有言論人間人図入生寺音寺お下本師道乱両天使長江乱生菩薩来三蔵瑠璽中将経盆上専業喜楽法天神菩薩論中下報道因果牽制願王元寝子ゆたりき少女心因由心人漠然凡夫心人没承知生じ即涅槃必死無量光明道小衆生回復家同尺結晶道難生唯明浄土活入万全自力変言衆円満特合感染症三部三四系音音増末放滅同品一生増悪地偶勢死安女が愛称明か全道苦名仏称意光愛上三要約悪光明明語見因縁海入本願大誓い行者生寿金剛心狂気知念総合用意大東逆三人即将発祥四条楽原神公開一大経返金安尿感一切先祖終身反戦人後継二度小弁流国中悪人唯勝仏火薬財摂取中煩悩証言水不見大無見長生が本資源苦名仏教連綿全幕凡夫に新宗教上後編集戦弱本願具悪性現来生寺林伝下決知義上師匠師俗入弱上無依楽一
一新寺の入仏教大寺修士と上塞無辺奥上悪道賊自主駆動し唯化心志こそ絶滑ってね、めくりづらかったね。よし、まあ、今はレシアを塞いでますが、それでも霊界の今頃っていうのかな、今の人生のベースになった霊界版の21世紀の頃に見てたあなた方の感覚でレシアを封じてても僕は捉えています。だからなんかまたちょっとなんかそういうなんだろうね、幽霊を見る感覚とはね、チャンネルとはまたちょっと少し違うのね。霊界とこの世の転生のメカニズムの応用を聞かせた状態の能力を持たないと僕のようなことはできない。ただそれができたからといって別にね、なんかなんだろう、お金が欲しくもないのにお金たくさんもらっても仕方ねえし、有名人になりたくもないのに有名人になっても仕方ないし、僕はニジマスが釣りたいのにね、ニジマス釣りたい時にいきなり地を増やされても迷惑だしね。別に、まあ、僕のそういう、まあ、宇宙随一というのか霊界随一の能力を持っていても、まあ一般職で生きるために生きる、で救いなんてものはない、はっきり言って救いなんてものはない。救いとかね、幸福って言葉が最も救われない人間の類、はっきり言って一見もっともらしいんだけど、なんだろうね、思考が停止して依存気質が強くなってしまうことそのものが大問題なんだよね、人間のまあ生き方っていうのが。まあただそういうのが分かんないからそういう境遇になってしまうんでしょうけどね。まあ、境遇における平等というのは経験を、さまざまな経験をあらゆる魂が平等に経験する経験ですかね、経験するための権利、魂の権利。だからなんか、なんて言うんだろうな、例えばサッカーが、サッカーはあまり詳しくないけど、サッカーのゴールキーパーね、やったことない人もやっぱゴールキーパーはやる権利があるわけだよ。下手くそだろうがうまかろうがゴールキーパーをやる権利があるわけだよ。やっぱシュートが下手でもまあストライカーになる権利は誰にでもあるわけだ。なんかそういうね、相互関係というか因果関係というか、それがね、道徳の先の道徳心の先にある因果関係からいくと、例えば事件事故とかの被害者と加害者、皮肉なことにも被害になったこと、被害というものが何なのかわからない人にはやっぱ被害に遭わないと被害がわからない。加害者として相手を傷つけることを知らない人は傷つけることでしかわからない。本当ね、
人間の脳って大脳新皮質ってすごく崇高に生きてるようで、意外と本能に支配されちゃってる部分の方が強いんだろうね。分かっててもなんか別のなんか本能的な衝動に駆られることって人間少なからず多いからね。以上です。では家帰ってから魚をお願いします。いや本当これここに持ってくるつもりなかったんだけど、まあ、せっかくなんで、まあ飲むったらおかしいですけど、お気持ちでどうぞ。実際僕の親族方は霊界にいるんで、霊界でもなんかもう小学生中学生もう30歳とかなってる人いるんじゃないかな。じいちゃんあたりなんか僕小学6年生かそこらで小学1年で死んでるから、いやなんかよほど下界にいなければ下界にいるか、霊界の時間調整期間で時間を調整してない限りはそのまま言ってたら多分特に30歳ぐらいになってるね。ってなわけで、目に見えない人たちが僕の霊界での暮らしを豊かにしてくれます。それが来世に具現にした時に初めて物理的な豊かさを得ることになります。そのための現世です。それをこうやって情報化社会で情報として残すために僕はこの時代に僕は送り込まれました。